はやぶさは、日本国有鉄道 JR が東京熊本間を運行していた、新大特別急行列車である。本港では、かつて、日本国有鉄道 JR が東京駅熊本間で運行していた、新大特急、並びに東京と鹿児島県を、鹿児島本線経由で運行していた、新大特急列車及び誘導列車の遠隔について、記述し、2011年から、 東北新幹線2016年から北海道新幹線において運行されている列車については、はやぶさに記す。日本国有鉄道及び分割民営化後の JR が東京駅と熊本駅の間を東海道本線、山陽本線、鹿児島本線経由で運行していた。JR が運行していた定期列車としては、かつての併合相手であった。 桜が2005年2月28日に廃止されたため、それ以降廃止までの間は、日本一の長距離旅客列車であった。京阪神と九州を結ぶ、那覇、暁が2008年3月14日発の運行をもって廃止されたため、翌日の3月15日以降廃止まで閉結する、富士と合わせて、関東、東海、京阪神から九州へ直通する最後の、 定期や公有等列車であった。運行後期は乗車率が低迷し、JR 九州によると2007年度の平均乗車率は約20%だった。鳥の早草にちなむ。寝台特急の運転開始当初では、特急の名称として、鳥類のものが当てられただけではなく、東京大阪間ビジネス特急の名称として公募した際に加策として選定され、 特急に使用することが決定されていた名称でもある。東京駅熊本駅間で運行されていたが、下り列車は新たるい駅経由のため、実走行キロは1317.9キロメートルとなった。多層立て列車で運行されたため列車番号は、区間により異なっており、東京も時間は、閉結相手の富士に合わせて、下り列車が1、上り列車が2、文字熊本間は、 下り列車が41、上り列車が42として運行されていた。東京駅など横浜駅、熱海駅、沼津駅、富士駅、静岡駅、浜松駅、名古屋駅、三宮駅、岡山駅、倉敷駅、福山駅から、小道駅、広島駅、岩国駅、柳駅、下松駅,駅、徳山駅、豊富駅から、新山口駅、宇部駅、下野関駅、門寺駅、小倉駅、博多駅。 鳥栖駅、久留米駅、大牟田駅、熊本駅このほか、下り列車では、前原駅、姫路駅、岡山駅、福間駅、上り列車では、赤間駅、大阪駅、前原駅で運転停車を行っていた。下り列車が、福間駅で、特急、ソニック10号の、上り列車が、赤間駅で、特急、有明24号の退避を行っていた。大幅な遅延などで、 品川駅泊まりとなった場合は、小田原駅に臨時停車し、小田原品川間は、東海道貨物線経由での運転となるため、横浜駅は経由しなかった。熊本車両センターに所属する14系客車が、使用された。スハネフ14系オロネ15系3000番台、オハネ15系2000番台オハネ15系オハネ15、ケースハネフ14系1編成を上り、早ぶさ下り、 富士登り、富士下り、早草とする運用を組み合わせる形で使用されていた。富士、早草に使用された14系の製造時の形式は、14系14型が5両、14系15型が9両、24系24型が1両、24系25型が16両と、20系を除く旧国鉄が設計、製造した、寝台特急用客車の全形式にわたった。 このため、銀体の車両が多数派となっているが、もともと白帯であるスハネフ14型に加え、更新改造時にステンレスによる銀体を白帯塗装に変更した15系車両も存在するため、帯の色が統一された編成となることはほとんどなかった。運行廃止直前の時点では、スハネフ14系、スハネフ15系の一部、 おはね15系1100番台が白帯、スハネフ15系の一部、おはね15系0番台、おはね15系2000番台、おろね15系3000番台が銀帯となっていた。富士、早やぶに使用されていた14系客車寝台特急、早やぶさ14系客車車掌は、国鉄時代から JR 時代を通じ、長らく全区間を博多車掌区が担当していたが、 2005年3月1日ダイヤ改正での富士との併結以降、上下列車とも東京駅下関駅間を西日本旅客鉄道の下関地域鉄道部、下関乗務員センターが、下関駅熊本駅間は九州旅客鉄道博多車商区が担当した。運転士は各旅客会社が自社区間を担当していたが、九州島内では下関駅文字駅間は 日本貨物鉄道文字機関区、文字トス館は、小倉運転区、トス熊本館は、熊本運輸センターが担当した。上り、はやぶさで販売されていたコーヒーとサンドイッチ1993年3月18日ダイヤ改正以前は、食堂車が連結、営業されていたが、利用者の減少が著しくなった1993年3月18日からは、 売店としての営業に縮小され、1997年11月29日ダイヤ改正で、食堂車の連結を完全に取りやめた。1997年のダイヤ改正以降は、下りは東京駅名古屋駅間と徳山駅博多駅間で、上りは名古屋駅東京駅間で、車内販売が実施されていた。車内販売は6.7号車から巡回した。なお、 東京駅名古屋駅間の車内販売は JR 東海パッセンジャーズの担当に変更された。販売品目はコーヒーやジュース、駅弁、菓子などで取扱い内容は下りと上りとでは異なっていた。上り列車の場合、機関車の交換と富士の連結作業のため文字駅で29分間停車した。 1958年10月から1960年7月の平和、はやぶさ編成図1961年10月1日からの水穂編成図1963年6月1日、20系投入当初の水穂編成図、はやぶさロビーカー登場直前のフル編成1984年7月20日からの桜、水穂編成図、はやぶさ1985年3月の ダイヤ改正ごろからから1986年11月のダイヤ改正にかけて、水穂、ありがとうございます。